こんにちは。今回は稼いでるホステスさんが実践している5つのことっていうのをご紹介したいと思います。皆さんはなんで夜の仕事をしていますか？それはまあお金を稼ぐためですよね。例えば昼間の仕事よりも5倍ぐらいはね月給違うかなと思うんですが、まあそう考えるとお金を稼ぐためにやってる。でしかも若い時しかできないとかね、いろんな条件がついてくると、この20代30代短期間で稼いでちゃんとしっかり貯金しましょうっていうことでね、稼げるホステスさんになるっていうのは大事なことなのかなと思います。まあしかも稼げないとですね、モチベーションも上がらないですね。体壊したりね、もう肌も荒れたりとか、嫌なことね言われたりとかね、辛いこともたくさんあったりするんですが、それでもまあやりがいというか、まあ、それが報酬になるからこの夜の仕事続けていけるっていうのはちょっとどっかでね要素的にあると思うんですよね。はい、ではその中で稼げるホステスさんがやってる5つのこと、これをご紹介したいと思います。まず一つ目は即レスするということです。やはりお客様と連絡させていただいてて、こう予定が決まりかけている時にどうしてもそのね連絡が遅いと、まあ、他の子に声をかけちゃうと思うんですよね。例えば今日急遽6時からお食事行ける人って、例えばお客様もね一斉に5人ぐらい LINE して一番返信の早かった子と食事するっていうことも聞いたことありますし、日頃からねこの子って大体 LINE してもなんか電話しても返信があったりかけ直しがあるのが大体ね 2,3 時間後なんだよねってなると、もうそもそもあんまり予定組みたくないなって思ってしまうと思うので、日頃からこの人はいつでも連絡すぐ帰ってくるなみたいなイメージがあるだけでもかなりプラスだと思うんですね。まあ、それだけホステスさんって、まあ、ちょっとねルーズな子もいると思いますし、あとは昼間なんかねお仕事しててその間携帯見れないよっていう方もいますので、即レスができるっていうだけでも結構覚えてもらいやすいし、これがねすぐ仕事に直結して売り上げが上がるっていうねポイントになるかと思います。2つ目はこれね結構いいなって思ったのが、やっぱ手土産をちゃんとお客様にまめに持参するっていうことで、これはね覚えてもらいやすいですね。私ももうね自分がお渡しした記憶なくても10年以上前、まだ2軒目とか1軒目の店在籍してて、ほんとヘルプで全然まだまだお客さんいない時にお菓子をねちょっと同伴の時ありがとうと思ってこう持って行ったりとか、あとなんかちょっとしたものセンスとかね、そういうやつでも、まあ、ほんといつもお世話になってるんでありがとうございますってなんかプレゼントしたりとか、そういうこうすごく高価なものじゃなくてよくて、まあ、3000円とか5000円とか、まあ、ものによってはまあ8000円1万円弱ぐらいのものをお渡しすると、なんかそれだけで、あこの子ってなんかすごいちゃんとしてる子なんだなみたいな印象になるので、まあ、新人時にはね特にそうやって、まあ、名前覚えてもらえるようななんかイメージ作り大事かなと思います。だからこれ食べ物でもいいですし、あとゴルフする方だったらそのゴルフのリカバリーウェアだったりとか、あとはなんかちょっと風邪っぽかったり花粉症の人だったら、まあ、これがいいですよって目薬とかマスクとか、そういうのをこうお渡しするだけでもなんか気が利く子だなって思ってもらえるので、これはおすすめです。3つ目のコツは、これはね仕事を休まないっていうことです。これがね本当に難しくて、まあ、特にこの時期でしたらね、まあ、風邪が流行っていたりとか、またコロナが流行ってきたりインフルエンザになったりとか、まあ、そうやってこう自分の体調がねどうしても悪くなってしまうのはしょうがないんですが、休まないっていうだけでもすごくすごく覚えてもらえるし、そして休まないからこそいつもチャンスがねあって、いろんなお客様とも出会えて顔も売れるし、だからやっぱ人気になりたいとか有名になりたいとか売り上げやりたいって思うならば、休まないってすっごく大事だと思います。というか休む人で、ね、売り上げいい人っていないですね。歴代うちの店のママも、まあね、すごいこう数字がバンと上がったママはやっぱり休まない。常にそうなんかちょっと体調悪くても、まあ、早く寝るようにしたりとか、まあ、なんかこう栄養のあるもの取るようにしたり点滴したりとか、悪化する手前でちゃんと自己管理してちゃんと仕事に、ね、穴開けないっていうのが大事かなと思います。私も基本仕事休みたくないんで休まない派なんですが、やっぱね気を張ってるんですよね。月から金までお食事の予定があって、自分が休んでしまうとお客様にも迷惑かけてしまうし、それにご飯屋さんもね穴開けてしまう、こうなったら大変だなって思うと、ちょっとね次の土曜まで頑張って走り切ろうと思って無茶するっていうのは、まあ、ちょっと言葉が違うんですけども、まあ、耐えれるっていうかね、結構休まずにやれるんだなって思っています。だから、まあ、体調管理プラス、まあ、気力とかメンタルとか、ね、なるべく出勤を一定でちゃんと同じ期間ちゃんと同じようにするっていうのを心がけるだけで、かなりね他のホステスさんと差がついてくるんじゃないかなと思います。
4つ目です。4つ目はお客様の誕生日とかなんかイベントの際にそれを思い出してちゃんとカレンダー入れておいて、で LINE で連絡するということです。でこの誕生日のおめでとうっていうのもこれ結構ね、まあお客様いっぱいいただくと思うんですよね。ホステスさんがおめでとうおめでとうってくると思うんですが、でそうするとなんかねどの子が早かったかなとか結構覚えてるみたいで、最初の一人はやっぱ覚えてるっていう方もいらっしゃいました。だから日付もあってさすがにね12時におめでとうっていう人は、まあ、昔ね学生時代だったらそういう高校生とかあったかなとか思うんですが、大人になってなかなかないから、まあこれやるともう覚えてもらえるのかなっていうのもありますし、あとはね午前中9時ぐらいのおめでとうございますって言ったりとか、まあ、そういうなんかちょっとイベントちゃんと覚えておいて、でそれを文章としてお伝えするっていうのが大事かなと。これももう地味なんですけどね、まあちりつもでこれも一つ大事かなと。だから私も月初スケジュール帳にお客様のお誕生日の方の名前バーっと入れてあります。で大体ねその翌月こんな人が誕生日だなって、まあ、10人ぐらいいたとすると月末ぐらいにね、じゃあ4月の分の誕生日の方とかチェックして、でこの方にはプレゼント、この方にはこういったものを会社に送ろうとか、この方にはなんかサプライズでやろうかなとか、そういう風にこう考えてできるので、あらかじめ大体1ヶ月先ぐらいの方までを誕生日を手帳に入れるようにしております。でそのなんか LINE とかの名前の横に誕生日、例えば1月5とかね2月3とかねこう書いていたんですが、なんか見落としてしまうんですよね。その時になるとあーってなってしまうんで、パソコンにもうなんか Excel で誕生日入れてるんですね。だから Excel 開けて、あ4月はこの13人だとか5月はこの15人だとか分かると、その中で、まあ、最近連絡取ってた方とか久しぶりの方とかをカレンダーに入れて、まあ、この方はもうなんか5年ぐらい会ってないしいいかとかいう方は意外ともうそのスルーしちゃうこともあるんですが、まあ、そうやって、まあ、ご連絡できる材料にもなるので、その時にしてみようかな、たまにしてみたいとか、まあ、この人はもういいかなって人はもうそこでね下選択してみたいとかできるので、誕生日におめでとうの LINE っていうのはなんかいいのかなと思います。5つ目は言葉で伝える能力を鍛えるっていうことです。でこれって昔ね動画でもお伝えしましたが、語彙力のあるホステスさんになった方がいいでノートも書きました。だから日頃からお客様にちゃんと自分の気持ちを伝える、あとは自分がなんで今この仕事をしてるか伝えるっていうのは日頃からやるのはね大事かなと思っていて、いろんな人がね働いてますね。20代30代、まあ今あんま少ないけど、なんか生活苦でとか借金でとか、まあそのほとんど今いないですね。じゃなくて普通に今貯金したい、留学したい、なんかお昼働いてるけど体力あるから夜も働きたいとか、でそうやってこう自分のなんか自己実現とか夢のために働いてる方が多いんじゃないかなと思うんですが、でそういう時にこの私の仕事をこれ何でしてるかっていうのをやっぱこうはっきり日頃からなんかこうふわっとね伝えておく方が私はいいかなと思っていて、というのも私の場合は、まあ、銀座来たのはホステスさんとしてまずナンバーワンになりたい、ママになりたい、お店持ちたい、銀座で一番になりたい、そういう風にこうなんか目的を持ってきたんですね。じゃあ日頃からお客様に私はナンバーワンになりたいんですとか、将来ママになりたいんですとか、銀座で一番になりたいんですって日頃から言ってると、お客様もあこの子ってそういう意思を持って働いてる子なんだなっていう見方でやっぱ応援してくれるんですよ。だから頑張れ頑張れって応援してくれるし、これがなんか何のために働いてるか分かんない、まあ、ふわふわ今日明日のためお金のためってなってしまうと口説かれたりとかね、そういう風なお話になった時に結局理由がないから、まあ、この子ってそういうなんか軽いというかライトな子なんだなって見られてしまうと思うんですね。だから私のお客様って基本的になんか私がお店変わる時、26歳の時にねお店入って、27歳で変わったかな、で次28歳でまた一軒変わってっていう、変わりますっていうその時はねお電話してたんですが、その時でもなんか電話して、実は最近、まあ、お店変わることにしましてっていうと、もう誰も驚かないんですよね。みんなあそうだと思ったとか、じゃ次の店でママになりますって言うと、あもうママになるんだおめでとうみたいな、なんか全然誰も驚いてくれなくて、だから日頃からそういう私はこういうことをしたくて働いてますっていうとやっぱ応援もしてもらえるし、その日頃からね言葉で伝えるっていうのを、まあ、常にやるっていうのがすごくねこの仕事大事かなと。隙がある方が口説いてもらえて、確かに売り上げもね口説いてもらうから高いシャンパンもらえてあるんですが、まあ、それもねいつまでも続けていけるスタイルではないので、やっぱ自分のことをね本当に長くこうファンになってもらえるお客様っていうのを作った方がいいと思うので、そうやって言葉でね自分の気持ち、何で働いてるか、将来こうしたいかっていうことを伝えたり、語彙力ある人っていうのはお客様が誕生日だったり、お客様の会社がなんかすごくねいいことがあって成功したり、お仕事が成功したり、あとはまあ容姿とかねお客様のこともこの素敵ですねいいですねってこうなんか褒めたりとか、そういうお話の中でもやっぱ語彙力ってすごく大事なんで、日頃からまあ活字を読んだり、ニュース見たり、なんか読書してみたり、あとはまあいろんな人生経験積んでとか旅行行ってみたり、趣味とか習い事始めたり勉強したり、そういうことを全部やって
てその人のなんかこう勝手になって、そしてそれをちゃんと言葉でできる、ここまでいけば本当無敵なんですよね。ここまで考えてやってるホステスさんあんまりいないです。日頃自分の友達とか自分の活動をしているエリアとかコミュニティで使ってる言葉だけでやっぱり働いてる子多いんですね。やばい、すごいとか、超すごいとか、もう語彙力ないじゃないですかそんなの。もう超すごいとかもうなんかおかしいじゃないですか。クラブとかでちゃんとしたお客様の前とか、まあ会社でですよ、超すごいとか言うとまあ結構って感じじゃないですかね。だからね、そういう普段から素敵ですねとか素晴らしいですねとかちゃんとした言葉で伝えられる、これも全部その日頃の鍛錬だと思いますので、まあ、こういうことね鍛えていくっていうのが人気のホステスになる、そして売り上げできる、稼げるっていうねいいルーティンになるので、これもね大事かなと思っております。ということで今回は稼げる、売り上げできる、人気になれるホステスさんのコツっていうのを5つご紹介しました。ぜひぜひ実践してみてください。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。